おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。今回はですね、サカツクインターナショナルカップクロアチア本戦やっていきたいと思います。ちょっと調子が今一つなので、調子整えつつね、総合値見ていただいたら分かる通り3万8000近くあるので、かなりね強くなってます。はい。でレベルもそろそろマックスになっちゃうので、ちょっとそろそろ優勝したい。さあやっていきましょう。初戦はドイツですね。総合値の差そんなにないので、ワンチャンいけるか。まあまあ、あくまで予選なので、残り2試合をねしっかり勝てばいいだけ。お、いけそうじゃない。いけそうじゃない。どうだ。あー、ダメか。いやいやいや、まだ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 諦めるには早いですよ。あ、やっぱドイツ強えわ。ドイツ強い。今回ね、勝ったらこのまま、負けたらね、ガチャ引きます。パスをね買ったんですけど、買ったっていうか更新したんですけど、そのねパスの更新分で3600を超えたというといったところでね、もう一度だけバレンシアに挑戦して、今回のガチャはまあそれくらいでいいかなと。バレンシア結構欲しいのでね。さあ、ただね、勝てば引かない。勝てば俺は GB を貯めれる。負けたら引く。さあ、うちょ待って、めっちゃ苦戦してない？オッケー、合わせた。日本相手に苦戦はやばいね。どうだ。よし、オッケー、いけましたね。いや、ただ日本相手に1対0、どうした？なんか調子悪いか？香川、ペリシッチ。ペリシッチ、いい選手ですよね、一番ペリシッチ。本当にね、僕、ペリシッチ強いと思います。上手い選手だと思います。両利きっていうのがいいよね。もちろん足元もすごい上手い選手なんですし、シュートもね、打てますし、足も速くて、さらに両利き。超万能ですよね。ぜひぜひプレミアに来ていただきたい。さあ、クロアチア対スロベニアですね。ちょっとまあ戦術より取られているんですが、おそらく問題ないでしょう。行きましょう。頼むぞ。オッケー、いい展開。さあ1対0のまま、ここ負けたらワンチャン本戦出れないので、オッケー、いいね。よしいいですね。勝てそう。いや、これいいね。これで本戦出れたので、まあ、あとは本戦次第ですね。ちょっと初っ端どこかにもよるんですが、ちょっとね、調子上げたいので、できれば弱いとこ。できれば弱いとこ。頼む。弱いとこで。調子上げたい。または、戦術有利が取れるフランスとかで。ただね、フランスはちょっと後の方に当たりたいので、なぜお前が来るんだい？先ほどやったじゃないか。なんだかんだ言ってもやっぱ強いですよね。なんだかんだ言っても強いですよね。なんなんすかね。嫌ですね、ドイツはね。さあ、ちょっと調子変えたいが、モドリッチもな、ただモドリッチだよな。さっき結構ボロ負けしちゃったので、今回は、気張っていきたい。ここ勝って、勝たなきゃちょっともう即終わりなので、さあ頼むぞ、マジで。勝とう、ドイツに勝って優勝しよう。いざ尋常に勝負でございます。頼む。まあモドリッチいて、まあマンジュキッチもいるので、でラキティッチも、おほほほほい、これは大丈夫か。うわ、ちょっと待って。トラップされてからドリブルするほどの隙を与えてしまっている。これはあかんぞ。ちょっと待って、本当に勝ちたい。ああ、待って。エジル。ああ、エジルいいよな、マジで。余裕ですね、もう。余裕で決められてますね。そうなんですよね。クロアチアちょっとね、センターバック2人がね、星2っていうね。いや、待ってくれ。こんなに差あるかね。あ、オッケー。まだいけるよ。1点前半で返そう。ここ。ああ。待って、支配率28、やばいね。さあ、後半頼むぞ。マジでいこう。おらい。もう、ドイツ強すぎる。いや、ここしっかり守ったらワンチャン2点いける。スパイダーセーブ。オッケー。素晴ら、あは、オッケー。いけるぞ。お、いけるぞ。これがクロアチアだ。頼む。22分、ここ1本まずしっかり決めよう。ここしっかり決めて。あー、マジ。はい、ってことでね。はい。また4年後。
なげー。いや、めげずに頑張ります。またね。頑張ります。ちょっと連携線つなごうかな。結構つないではいるんですが、もうちょっとね、意識して連携線つないでいきたいと思います。ってことで、今回ね、ちょっと一旦ここら辺で、時間がないのでカットしてね、また後ほど、ガチャ引いた動画この後にくっつけたいと思いますので、おそらく動画としては、くっついていると思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様がね、無事に自分が今やっているインターナショナルカップで、ドイツ、スペインを破り優勝できることを祈っております。私が勝つことも祈っておいてください。豆腐でした。バイバイ。おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今回はサクッとね、ガチャ引いていきましょう。サクサクっといきます。ちょっとね、いろいろ最近 GB をね、遺跡特訓とかに使っちゃってるのでもったいない使い方をしてるのでね、しっかりガチャで使って、お、え、誰だこれ、カイロウォーカーじゃなかったらバレンシア、オッケー、よし、来た。え、めっちゃ運いいっすね、これ。これは運が良かった。あ、これ嬉しい。ああ、良かった、マジで。これでね、ようやくライトサイドバック、一人目の星5といったところでですね。まあ、バレンシア攻撃サイドバックではないので、スリリング3がね、私のメインフォーメコンで、そちらでの起用がちょっとできないのがね、かなり残念ではあるんですが、一応中央突破、サイドアタック、ポゼッション全部で使えるので、これは嬉しいですね。よかったよかった。前回ジョルディ・アルバ来てくれたので、まあ、サイドバック2回連続と。まあ、アルバすごいいい選手なんですけれどもね、メンディがあまりにも便利すぎてですね、ちょっとメンディメインになってきてるので、アルバより先にね、まずはバレンシアに覚醒させて、メインのね、ライトサイドバック、基本的に、全部バレンシアでいけるように。そしたら、まあ、大体3以外のフォーメコンも8万4、5000いくかなくらいですね。ようやくようやくといったところで、まあ、結構ですね、パスを常に購入して続けているので、あれ、パスってすごいんですよね。1ヶ月大体5000円ぐらいなんですけど、買った時点で、GB がね、おそらく大体いくらくらいかな、4500個ぐらい。3つのパス全部買ったら4500個くらい。まあ GB がもらえて、そっからログインボーナスとかでも結構もらえるので、合計で多分8000個くらいもらえるんですよね。いや、多分ですけどね。8000、7000くらい。ちょっと下がってきたけど。まあ結構な数のね、GB がもらえるので、あんまりね、課金したくないけど、ちょっとね、もちろんガチャとかもしっかり楽しみたいよみたいな方はね、パス課金すごいおすすめですね。個人的には本当におすすめ。で、なんか欲しいよめっちゃ来てくれてるけど、だいぶ被っていく。まあまあまあ、良かったんではないでしょうか。あとね、2回引いたらこのガチャも星5確定まで回せるんですけど、ちょっと、無理かな。無理ですね。おそらく無理ですね。やっぱりどうしてもこの選手が欲しいっていう選手が今回ちょっといなくてですね。それがちょっとまあ、万有のバレンシアだったんですけど、バレンシアが出てしまった時点でね。なんか、まあまあまあ、あとはベンゼマぐらいかな、なので、今回は、バレンシア出てね。まあ、ここら辺で終わりにしようかな。まあ、ベラッティとか欲しかったけどな。ベラッティ、あとは、ラッシュフォードもすげえ欲しいんですよね。あと、ダビド・ルイスとかね。まあ、プレミアの選手ばっかりになっちゃうんですけど、エジルとかもめっちゃ欲しいしな。いや、まだまだ欲しい選手いっぱいいますね。ただ、ちょっと今ね、プラチナディビジョン報酬で毎回3日に1回500もらってるのと、まあ、パスでね、ちょくちょく貯めてはいるんですが、おそらくね、あと2回分貯まらないので、これ以上引くってなったらね、ガチャのための課金をしなきゃいけないので、ちょっと、我慢ですね。はい。ってことで、今回はね、しっかり我慢しようと思います。アルバいいですよね。バレンシア。いいね。攻撃サイドバックじゃないっていうのが結構個人的には寂しいかな。ネックなんですが。まあまあ、いいでしょう。全然いいでしょう。バレンシアが手に入っただけでね、満足です。はい。っていったところで、今回のね、ガチャ結果はこんな感じになりました。またね、バレンシアちょっとずつ育てながら、星5覚醒のコーチは、おそらくまあ4人か3人溜まって、てるので、こっからまあいけるかな。多分レベルスパーに上げてったらそのまま行ってくれるかなといったところでございます。いや、3でね、使いたかったけど全然いいです。はいはい。ってことで、今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。またね、攻撃サイドバックのライトサイドバックが来たら引きたくなるかもしれないんですが、まあまあまあ、ちょっと一回落ち着いてね、年末年始にきっとガチャも来るので、私はアップデートが来るたびに基本1回はね、最低できればできればですね、できれば引くようにしているので、あんまりこのガチャに使ってしまうわけにはいかずといったところで、
ここまでご視聴ありがとうございました。皆様がね望むガチャ、無事に選手が出てくることを祈っております。ん？望む選手がガチャから出ることを祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済めてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。